こんにちは。今回、ストゥングを使った、デッキを紹介していこうかなと思います。まあ、みんな多分、一回も使ったことがないと思うんですけど、このカードに関しては、本気思うんですけども、まあ、私が見る限り弱いと思う、このカード。弱いけども、まあ、実際使ってみたら、まあ、強いっていう意見も、まあ、泣きにしもあらずかなと思うんで、まあ、ちょっと使ってみようかなと思うんですけど、まず、スタッツ。6個差3に。6コスト3人という、まあ、3コストぐらいの性能を持ちつつ、ファンファーレ、相手の場に選択できるアミュレットがあるなら、相手のアミュレットを1つを消滅させる。アミュレットがないなら、3プラス3プラスする。6コス6号なるって感じか。いや、これさ、1回もまだ見てないですよね。多分今後1ヶ月、2ヶ月後も、まあ、二度と見ることもないカードと思うんですけども、まあ、ちょっとこのカードを使って、やっていきたいなと思います。で、ちょっと、ギルワのデッキに何で入れたかどうか、ちょっと私も、まあ、よくわからないんですけども、まあ、ちょっとこのストゥンが、ま、刺さるか、まあ、ちょっとどうか、ちょっと、調べていきたいなと思います。さあ、対戦相手は、本気ドラゴン VS ドラゴンか。しかも、名前がマインっていうのが、なんか、このすべては私のものだをなんか、かけてる。歯向かう者に敗北を。いやーでもこれ相手ギルワのデッキ、いや、スッゥング来たよ、スッゥング。みんな大好き、スッゥングの汁が飛んできたぞ、スッゥングの汁が。ただ、序盤はちょっと水流神ぐらいしか使えるカードがないな、竜の敬語も。小賢しいね。アンギー、アンギー、アンギー。優勝やな。あー、これあれやな。でもそのデッキやったらワンチャンスっていうの1コスのカードを消滅させるっていうことできるぞ、一応。相手のフォロワーかアミュレット1つ消滅やったらまだマシ。まだマシかなっていうけど、なんで相手のアミュレットだけなんこれ。オーディン、まあでもオーディンはあのスタッツやからな。果てをすべく。ここは我らのせい。こだがしいなぁ。反撃ここまあ、でもこうやってロイノが強いかもしれんな、ロイノが。ただここあえてガルラ行きます。白の武器加えよう。相手のアミュレットがどうせ1コストがさ、なんか2コストのアミュレットしかないやろ。なんかこう、5コストとかのアミュレット置いてくれるなら、それは強いけど、刺さるけど。今後なんかアミュレットゲーとかなってきたらさ、わかるけど、なんか6コス、スタッツ的に6コス55とかよかったんじゃん、これ、性能的に。で、相手のアミュレットが何やったら、6コス88みたいな。じゃあ、6コス99か。6コス99バニラやったら、そんな別に強くも弱くもないやろ。バニラなんだからさ。あはは、かさがしだ。ハンガーズ。悩んどるな。さあ、マリオン。おいたし。刺激や。しかも相手高校というメリットを生かして相打ちを取っていくという選択肢を取る。こざかしいだ。確かマリオンもスペルカードを加えるから、まあリンタブルのデッキにはまあ最適っちゃ最適なのか。これスッティングいく。これスッティング、スッティング出すことによって相手のアミュレット取れるぞこれ。相手にドローさせないっていう、これ今しか置く時ないんじゃない。これちょうど6個線。これスッティングいく、相手のバン、アミュレット取りつつ、みたいな。ここ行くわ。これぐらいしか活躍するとこないだろ、こいつ。しかも、スタッツ弱っ。6コス54ってなんというスタッツや。相手のドローソースを取ったという意味では、まあ、仕事はしたのかなっていうところですよね。はい、じゃあ、まあ、これブレイジングレスで取られるっていう未来が見えた。ああ、恥ずかしい。もう死んでいったんだけど、早すぎやろ。ブレイジングレス、ここ水流神からの、どうしようか、もうたくせん打つよりも白の武器が強そうやけど、まあ、たくせんいいか。まあ、よし、ギルは来た、ギルは来た、オッケー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 。進化剣は使う必要ないんで、ワンチャンのスットゥングのおかげでなんかそのリントゥールウーの発動ターンを遅らせたと考えるならば、でも1コスのアミュレットやからな。これなんか援護射撃とかやったらまだ話はわかるけども、しかもギルは出すことによってリントゥールムが来た時にこう相当な痛手を被ることになるんだけど、こーざ
ブレイジングブレス。おっと、それはちょっとあまり強くないな。これギルは刺さるな、ギルは。ギルはいけるぞ、これ。またスッドゥン来たぞ、これ。ウロコをまとい。見とれるがいい。これもう打っちゃって、進化もちろん使って、5点ずつ毎ターン与えてる人は9コス77という圧倒的なスタッツ。私の竜よ。さあ5点、ばっこり与えていく。もう私はね、全然、あ、しかも、手札が全部プレミアなんだけど。さあ、リントウルマはさすがに出せないでしょ、さすがに。うん、どんなことがあってもリントウルマ出すことはできない。マラソンは使ってない。あの、さっきのスッテングのおかげで、コンアミュレット置いてきたらスッテングに返すからな。小賢しいなぁ。アンガールズ。ロイだなぁ。小賢しいことしてくんなぁ。小賢しいことしてくんなぁ。殺竜拳もちろん打つぞ。サクッとやっちゃうマン出てくる。で、進化、あ、進化、進化使うということは、これまずいな、これ。うん、進化使うということは、リントールがまだ来てないということの、ゼウスか、悪くないな。次のターンゼウス出したいな、ゼウス。ロイちゃん出して、まあ、殺竜拳。あなたの魂は、私がいただくよ。盤面取る。こんなもんかな。ブレイジングブレス引いていくか。まあ、ブレイジングブレスでやろう、ここは。で、ドラゴンサモナ。いやー、いいぞ、盤面的には。さあ、5点与えていけ。バッコリまだリーサルないやろ。まだワンチャン。ま、いや、さすがにリーサルないと思う。リンテオルムぐらいしかなんて、ゼウスが絶対ないと思うし。さあ、対戦相手は、ウィッチに当たっていく。しかも結構マスターポイント持ってるから、まあ今なんかマスターポイント某ウィズさんが紹介してたなんか、ジンジャーウィッチっていうのが結構強いみたいなんで、これジンジャーウィッチとかでちょっと小賢しいんだよな。結局ギルは大きな代償を払って出すんやけど、ゼウス2体とか出されたらもうひとたまりもないんで、まあゼウスだけに限らず、まあイサーフィールとかも並べられるだけで厳しいから、あ、土か、土ビッチか。今土も結構勝てるみたいな。じゃあ土は結構刺さるって感じか。オンニールズ、オンニールズ、種も仕掛けもこうだ。お、魔法図書館か。ちょっと悠長やな。それありがたい。逆になんかありがたいな。スッテングはな、できればもう来てほしくない。うん、あ、でもアミレットやから一応魔法図書館とかやったら2コスト分取れるか。まあ土や、でも土、これも一応アミレットか。まあ、土やったらワンチャン刺さるな。土ビッチだったら、ワンチャン刺さるな、スッティング。若干やけど。出た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 。来て欲しくないカードかな。まあ、来て欲しくないとか、まあ、来ていいんやけど、ワンチャン刺さるぞ。まあ、特に、なんだろう、2ピック用に作られたカードだと思うんですよね、スッティングに関しては。2ピック用に作られたカードやから、もうなんかランクマッチでなんか使うこと自体間違ってると、個人的には思ってるんですけども、いやー、かざかしいな、本気ルー、あー、小賢しい。これ小賢しいな、これだって、あれやろ、これ、ルーに出すイコールギルは出すことがちょっと厳しいというか、まあロイかな、ここは。ロイで勝竜拳。私の恨みを晴らしてください。風を私の目に力を与えてください。アガールズとりあえず PP ブーストは順調にできてるな。視界の一撃を持ってるから相手の大型スタッツに対しても盤面を取れる。ただ相手がなんか最初土を置いてきて、魔法図書館を置いてって感じでルーニー出していた。なんかちょっとよくデッキのコンセプトっていうのがよくわからないんですけども。さあどう来るか。知恵の光。小賢しいことしてくんな。うわ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  ゴーレムアサルト。ってことはゴーレムアサルト進化って感じかな。なるほど。4-2取るか。友情やめる。友情やめる。ハンガールズ山で。あ、なるほどね。たくさん打って、クレードで行くか。まあ、ここもたくさんかな。たくさん打って、ブレイジングブレス。で、攻撃して、活竜拳がこの時点でもう使い道はなくなったと。活竜拳。
1枚なんか活竜拳じゃない方選んでくべきだった、殺竜拳選んでくべきだったな。まさか託戦2枚目来るとは思う。でも次のターン10コスいけるんで、こっからスットゥングアミネット出してくれたらいいんだけど、アミネット出さなかったら後者選んで、なんかもう進化圏で圧倒的なスタッツ、87のスタッツを素出しで置くみたいな。そうするよ。でバニラで87って弱すぎだろ。ゴーレムアサルあれこれ取れないんじゃないか、もしかしてこれ取れない。あもう小賢しいことしてくんな。ここスットゥング行く。スットゥング圧倒的なスタッツを持ってる。スットゥングを張ることで、でもスットゥング行くわこれ。もうアミレットでも出さないんで、これ進化、これ結構痛いんじゃない、これ痛いとか結構厳しいんじゃないこれ。ああまあ難しい、決まってみせだよ。これ結構取りづらいと思うんだよな、個人的に。6号プラス必殺44でウィッチやろ、なかなか取れないと思う。ウィンドブラストとかでまああっけなく取られたらもう知らんわ、そんな。もうこいつの活躍なんてものはぶっちゃけこれ見てる人はもう全然期待もしてないカードやと思うから。コールチェーンワンチャン残ってくれるかこいつ。なんか悪撃とか何でも破壊できる。はい終わった。はいはい終わりました。なんという使えないカード、こんなに使えないカードはもう初めて見たわ。どううまくなんかこのカードをアピールしていけばいいのかっていうのがわからんな。弱いの次元超えてるんで、もう小賢しいことしてくんな。アンガールズ次のターンドラゴンカードを引けばワンチャン。もうだからいらんって、もう本当にもういらんわ。二度と来るなって感じやな、このカードも。なんなんマジで。でなんでニュートラル来んの、クレイドレグが発動しないじゃないか、そんなしょうもないカード出したらさ、いらないからさ、もう小賢しいな。ガルラで、息吹でこれもうドローソード引いていくしか多分ないな。竜の息吹で、1やろ、2で3。いやだからこれスッティングのおかげでさ、近い一撃が発動できないじゃん。もう本当に目障りやわ、本当に目障りやわ、近い一撃の効果が。いやいや、自分の他のドラゴンカードやろ、これドラ、もう小賢しいなぁ。スッティングいらねえ、マジで。このカード何、このカードが来たことによって、なんかこっちがいい動きができなくなっちゃったみたいな感じになってるじゃないですか。しかも滅亡の予言とか来てたらもうさすがに厳しいぞ、これ。もうさすがに、笑い事じゃないんだけど。どんだけ弱いねんって感じやな。なんかもう、擁護のしようがないというか、さすがにちょっと小賢しいな。小賢しいの極みやわ。相手は盤面取っていく。まあさすがに、うわー、小賢しいカード出してくんだー、まずいぞこれは。これは実に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 、脳が震える、脳が震える、怠惰なる決闘にあなたの進化を捧げましょう。あー脳が震える、震える、脳が震える、枯れた世界に青き雫が落ち、大会ばっこり7点を3点か、やつや厳しい、脳が震える、スバルくん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 、脳が震える、脳が震える傲慢なる態度に、こーさがしかたしてくんだ、脳が震える、傲慢なる忠誠にあなたの進化を捧げましょう、震える、もうギルは行くわ、この一行にあなたの勝利を捧げよう、10点まで減るが、で、こう7点がターン終了。バッ
くり食らう。5点与えて3点かなんだこの試合は。なんだこの圧倒的な、この、何この圧倒的になんかこう、でも次は7点以上回復するのか、回復薬来たら、ね、OK です。なんか、うわぁ脳が震える震える。さあ、対戦相手は、ロイヤルだったら、まあ、ロイヤル今ちょっと減ってるよな、なんか。なんか実装当初はロイヤルばっかだったんですけども、今なんかロイヤルあんま見ないわ。あ、水流陣引いていく。ぶっちゃけドラゴンサムラーもな、今の環境あんまり刺さらないと思ってるから、まあ抜いてもいいかなって思うんですけども、まあちょっと今ね、スッティング2回ほど、まあ使ってきたんですけども、まあ、ひどいわ。まあ本当にひどい。もうひどくてちょっと言葉では表せないほどひどい。まあ要するにエッグトマトって感じなんですけども、いやもう多分な、二度と使うことはないぐらいのカード。救いようがない。本当に救いようがないカード。もうストレスが溜まる、こんなカード使ってたら。これじゃおかしい。これ、大釜龍騎結構刺さりそうやな。さあ、ドラゴンサモニック。ここ、大釜行きまーす。ヤイバネーズもしっかり取りたいんで、でもこれなんか、カトンの術とかな。うちはさすけの得意な、カトン豪華級の術。こんなおかしいぞアンガールズヤバミブレイジングブレス。熱っ運だけは持ってんな。運だけはやっぱ私持ってるんで。さあ、ギルは引いていく。もうギルはで攻めていく。ちょ、ギルはだけにちょっと集中するわ。もうスッツングのことは、必須のことも、頭から、頭の隅から外して、ギルはで勝つという、コンセプトで考えていく。もうそれ以外は何も考えない。新加減使わないんじゃないかな、相手。まあ使うメリットないもんな。オッケーオッケー。だからここは攻撃して、ガルラ行きまーす。まあドローソースの方で。おい、黒の弓ってどの効果がだっけ。黒の方が、相手のフォロワーいって、強いな、これ。強いぞ。まあ、ロイヤルの5コストの消滅カードが強いけどな。ロイ、ユアンやったけど、変なカードいる。もう、こんな新しい進化の仕方やなぁ。アンミードなるほど。で、1、2で買おうと。なるほど。5、2がちょっとうぜえな。ギルは引いていく。ただ、ここはもう水流神一択っぽいっちゃ一択っぽいな。こっちも PP をブーストしないと、ちょっとお話にならないんで。さらば、ブレイジングブレースがあればな、なんか盤面取りつつ動きができたんですけども、まあ PP ブーストしないと話が進まないので、ここはもう取るしかない。ただこの1、2でしっかり5、1を取っていくっていう相手の動き、非常に小賢しいな。白の吹雪もそろそろ使いたい。アンガールズヤバニエー。うわー、こういうロッコサーサー強いな。ロッコサーサーちょっとチートを超えてるぞそれ。こんな感じだ。脳が震える。震える。脳が震える。お、ドラゴニュートの威圧という最強のカードを引いていった。さよなら。そして全てに暗黙の了解を与えていく。私はここで神になる。いやーでもアーサー肋骨で飛んでくるってちょっと強くないですか。ガウェインからのアーサーっていうなんか考え方強いな。これなんか最近たまにやられる技なんですけども、結構やっぱ強いな。その、かなり強いと思うわこれ。しかもアーサーを多分ルーで確定サーチしてると思うんで、こーかしいやだアンダールズうわー脳が震える脳が震える。脳が震える。いや、こ
5344進化相手1個の5点は、これ勝ち目ないな。申し訳ない。あの、スッティングのちょっと活躍を見たかったんですけども、ちょっとこれは、もういいわ。多分、あれはな、どんなデッキをやっても、でもこのデッキ自体がちょっと微妙な感じなんで、まあ、ギルは使ってみたかったっていうのも、まあ、あるんですけども、ちょっと微妙な、こうざかしいなぁ。安忍豆腐安忍豆腐いやー、厳しいぞ、これ。スカイウォーターレスもなんか、絶妙に強いなぁ。除去カードがこれままだ、おーおー、ドラゴニュートのやつは強いやん、これ。強いけども、強いけどもやで、これ。強いけど、白の息吹、なんだ、だからそれいらないんだって、スッティングとかいうしょうもないカードはさぁ。アンガールズ山根、俺だせが青く救いは雫が落ちた大会とかす。いやー厳しいなこれ相当厳しいでこれ、ドラゴンニュートンやつも肋骨全体3ダメージとかの方が絶対良かったな。なんかサラマンダーとそうやって一緒じゃないですか、5コス2点とか盤面。やっぱサラマンダーとちょっと変わって、おお3コスルミナスナイトとか強すぎやろ。頭おかしいやん、そんな。3コスでルミナスなメイジが出てくるって強すぎやろ、そんな。どうせおかしいことしてくれた。脳が脳が